はいどうも、不明だようです。今回ですけど、新積む初見プレイハンス王子スキルマン、使っていきたいと思います。まあこちらね、まあ常駐積むで初のアナ雪ヴィランズということで、まあ強いのかっていうところをちょっと確認していきたいと思います。初動数16で消血30なので、コイン補正値はなしというところが分かってるんですけど、まあ消血多いし、まあこれで常駐だったらまあまあまあっていう性能になると思います。はい、ということでやっていきましょう。36。さあ、フィーバー凸でね、フィーバーって言ったらスキルでね、まあフィーバーインはしたいかなって感じですね。同じ扉から来ることってあるんかな。1回目と2回目は絶対違うんですかね。はい、うん、もうちょっとこのタップ難易度上げて性能上げてくれたらよかったですね。ああ、でも42ショック出ましたよ。大詰まりで42だから、まあ、実際38か。いいっすね。まあ、ラグビーミッキーぐらいの消去数は出ると。全然スキル回ってね。ほい。うん。今のところ全部違う扉から出てるっぽいっすね。なんじゃなーな。ほい。さあ、マシュマロより稼げないかもしれない。スキルが全然回ってない。枚数が少ないんかな。全然、え、マシュマロの方が稼げてない。マシュマロより強いんですけどね、消去数が多いんで。で、あの何だっけ、発動数とかも同じじゃないですか。うん、あれ枚数めっちゃ少ないんじゃないこれ。実は。ああ、少ないっすよね、やっぱ。まあ、ですよね。さすがにマシュマロより弱いってことはないと思うんですけど。まあ、一応そんな感じというところになってます。うん。まあ、なかなか、まあ、限定積むと比較するとね、まあ、その時にはかなり劣ってしまうかもしれませんけども、まあ、常駐っていうところで考えればね、まあ、ぼちぼちの性能にはなるんじゃないかなと思います。はい、ということで、まあ、まあ、新積むの評価低べきかの方もですね、夕方に上げようと思ってますので、またそちらね、確認してもらえたらなと思います。はい、ということで、ハンス王子のスキルマ初見プレイでございました。はい。なかなかいいプレイ見せれずすいませんでした。はい、以上で終わります。あざしたー。